今日はゴールデンウィークの真ん中です。今どこにいますか？東武動物園に来てます。かわいいチーター。かわいい人。どこがかわいいの？動物いる？うん、ちょっと歩くらしいから行ってみよう。ゴーゴー。今動物園に向かってます。はい、楽しみだね。うん、ゴー君誰に会いたい？ゴリ。ゴリラみたい。みんな会いたいね。じゃあ行ってみよう。ゴーゴー。結構歩くね。はい、東武動物園って書いてますね。動物園は行きます。はい、ディズニーランド並みに混んでます。初めて来ました、東武動物公園。ね、カバさんのカバさんの銅銅像がある、ね、そのマップ配ってます。マップを配ってないらしいです。写真撮っといてください。なーに？いるの？スワンボートもあんじゃん。あれだね、上野動物園ぶりの動物園ですね。ゴーがめちゃくちゃ楽しみそうです。東ゲートから入って手前がスワンボート で、こっちがアトラクションがずーっとあってからの後半が動物園になってるから、じゃあまだ、あ、そうなんだね。じゃあとりあえず動物園まで歩きましょう。はい。動物園いない。ね、もうちょっと歩かないとないんだってさ。はい、なんか廃れた遊園地みたいなのに来ました。ウサギみたい？ウサギみたい？行ってきて。ウサギのとこ行ってきて。動くの？動かない。トッピー。トッピー。東武ツー。東武動物の？すごい顔だな。誰も寄りつかない。楽しそう。すごいね。ただ我々はこれをしに来たんじゃな、ないのよ今日は。ベビーカステラフィーチャリングレイ君。それ何味で？チョコ。チョコ。ちょっとね、動物園まで遠いから休憩中です。途中でさ、セブンティーンアイスっていう自販機があって、それをレイ君に紹介したい。マックアイスね。園内に踏切があるね。何が落ちる？絶対落ちるよ。落ちる？お兄さん何がいました？フラミンゴ。やっと動物見れたね。なんかこうしてないよ。確かに足が両方地面に入ってる。寝てる。寝てるから今人気ないんだ。
だって何もしないもんな。起きたのさ、襲ってくるんじゃない？襲ってくるの。でも一人だけだからね。次ちょっとレイ君に見せる。これ誰だ？チーター。コリナだって、コリナ。チーターだって、ゴーくんそこ乗ったらダメだよ。チーターこれ。うん。違う、どっちもライオンだよ、これ。そうだよ。レイだけでめちゃくちゃでかい。うん。でもちゃんと日陰で寝て頭いいね。もう次早いな。水浴びしてる。すごい。泥まみれの水を自分に浴びせてる。くっさ。すごいね。あ、涼しい。え、シカンコフ出るんだって。いやー、すごいね。あたしか。回してごらん。うん、うん、そして、うん、回してごらん。これを2つに割ります。いい？見せて見せて。レイちゃんやらない。はい。やらないの？じゃあ行くよ。あっちのオスのやつやろうよ。角付きの。やってみるの？開けるの？細かくしないと。違うよ。こうやって割るの。あ、なるほど。これが餌か。やってみたいとやって。手に乗っけてこうやってあげればいいの。まだまだ手怖いからさ。じゃあ行くよ。はい、おいでー。あ、そこ。でもやってごらん。もうごめん。めっちゃ怖がる。それもあげていいよ。それ粉々にして、あ、粉々にしたらいく。ぐちゃぐちゃってしてくる。どう？おうくん頑張ってる？終わった？はい。食べてくれてるね。かわいいじゃん。おうくん、どうだった？何？どうだった餌？レイくんどうだった？もっかい。楽しかった？